最強に嬉しいわ。もう、俺の大好きなさ、恐竜シリーズで大好きなコップにセッティングできるシリーズが出てて、なんとしかもね、恐竜だけじゃなくて、マンモス水がいるという奇跡力を、レベルマックス外で呪骸。商品名はそのままダイナソーっていうシリーズで、コップにね、セッティングできるいつものシリーズ、全6種で1回300円で、なんとね、マンモス水がいるんだわ。あと、いや、ベロキラプトーとかもいいのも熱いんやね。ベロキラプトル、マンモス、トリケラトプス水にプテラノドン。うお、いいね。あとね、ティラノサウルスさ、骨骨格バージョンもあるのすごいいいよね。T-Rex、カッコ、骨格カッコ閉じ。この全部で6種類に。これなんかシークレット的存在なんかな。これシークレット的存在。めっちゃ嬉しいよね、骨格もあるの。しかも、ただの恐竜のフィギュアではなくね、ただのフィギュア飾るだけじゃなくてね、こうコップにセッティングして遊ぶこともできるという。うお、奇跡ミラゴッション。レベルマックスでしょ。これがラインナップの紙で、なんか絵が描いてある。かわいい。なんかコースターみたいだね。こういうコースター出ねえかな。めっちゃ可愛いんだけど、イラストが書いてある。さ、お、真ん中になんか今までにない感じだね。両サイドにラインナップが載っている。かわいい。これはベロキか。これベロキだよ。ティラノじゃないね。ベロキラプトルとティラノサ、あ、これティラノかな。なんかこう恐竜の絵が横に書いてある。めっちゃ可愛いんだけど。コースターマジで欲しいわ、こういうやつ。まあ、これラインナップの紙は、さっきでかいやつで見たかさ、ガチャの。まあ、こんな感じということで、俺コンプセット買ってるから、絶対に全部あるよね。大丈夫であるよね。なかった？いや、そんなことは絶、うお、マンモス水だね。これがマンモス。うお、かわいい。マンモスをさ、セッティングできるって最高じゃない？何この幸せ。マンモス水をセッティングできる幸せじゃん、これ。ちょ、出してみる？マンモス水先に。ほほほほ。やべえ。もう一個欲しい。いや、もう一個つうか、これ5個くらい欲しいんだけど、いろんなところにセッティングしたら、落ちり。あ、ごめん、マンモス。落としちゃった。落ちり。マンモスの落ちり。おー、すげえ。でもめっちゃシュールだね。でもね、なんか。すげえシュール。マンモスが、コップにセッティング。あ、マンモスをマンモスに。こういうこともできますな。マンモスをマンモスに乗せるという。マンモスオンマンモス。マンモスオンマンモス。これめっちゃいい。あ、ちょっと待って。俺これで行こう。マンモスオンマンモスで行くわ。そしてお次が、これがプテラノドンか。これがプテラ、お、すげえ、クオリティ高いね。フィギュア自体のクオリティすっごい高いわ。パッと見コップにセッティングできるっていう、フィギュアには見えないよね。わかんないよね。でも俺はもうわかってるから、コップにこうセッティングできるってわかってるけどさ、パッと見ただのフィギュアに見える、プテラノドン。そして、クオリティが高い、ただのフィギュアにしても、めちゃめちゃクオリティが高い。そしてこれがね、トリケラトップ、いや、かわい、なんかトリケラトップスかわいいね。萌えだわ。萌え担当ですな。そして、凶暴担当、ベロ、あ、待って、ティラノス、あ、ごめん、ティラノ、まあ、ティラノも凶暴だけどね、ティラノサウルス水だね。で、これが骨格。いや、骨格あるのもすあ、でかいな、え、待って、骨格の方がでかくない？同じサイズかな？なんか骨格の方がでかくない？あ、でかいわ。絶対骨格の方がでかいわ。あ、いや、あ、待って、これベロキか。いや、やっぱこれベロキだわ。ちょっと待って、ごめん。間違えた。で、こっちがティラノだ。こっちがティラノサウルスだね。これがティラノサウルスで、こっちがベロキラプトルだ。凶暴、ベロキラプトル。まあ、ティラノも凶暴だけどね。ダブル凶暴。やっぱでけえわ、ティラノサウルス。他の奴らよかった。マンモスがでかいかも。すげえで、骨格特にすごいなんかでかく感じる。骨格の方がでかくない？なんかめちゃめちゃでかいわ。すげえ。これが全種類ね。ダイナソー、コップのダイナソーシリーズ。コップの恐竜シリーズの全種類。これマストゲッティだぜ。マジ、クオリティ超高いわ。このプテラノドンを、ポコリスと。やべえ。いやもう、俺ただでさえ恐竜のフィギュア集めるの好きっていうのもある。でもさ、コップにセッティングできるっていうのも好きなの、さらに。だからもうなんか、相乗効果でやばいことになってんだよね。嬉しさが。コップにセッティングできる恐竜だとっていう。うわぁ、かわいい。これがプテラノドンね。プテラノドンセッティングした感じはこんな感じになります。そして次、ベロキラプトル。ベロキラプトル行く？ベロキラプトル。めっちゃかっけえわー。さっ、なんだこのフォルム。いや、でもなんかかっこいいと同時にかわいいよね。かっこかわいいと言いますか、なんていうか。僕もコップにセッティングできるわい。うわぁ、すげえかわいい。ちょっと待って。お隣に行くか。友達んこ。友達んこばい。うわ、かわいい。やべえ。プテラノドンとベロキラプトル、友達二人は仲良し。すげえよくない？いや、これやばいわ。モアセット買おうかな。いや、ガチャでやったらガチャでやりたいんだけどね。多分ガチャではないからもう、おそらく、いや、わかんない。探せもあるかもしんないけど、あったらガチャでやりたいんだけどね。ガチャでやった方がやっぱ楽しいからさ、これがね、トリケラトップ。ちょっとでかいね。やっぱ。ちょっと大きさ的には、うん。ワンサイズぐらいでかいかな。他のやつらが。かわいい。ぬいぐるみみたい。
2人はライバル、トリケラトプスイとベロキラプトル、2人はライバル、グーとスー、あ、落ちた、大丈夫か、結構不安定なんかお前、結構、まあ、大丈夫ね、こんな感じで、あ、でもトリケラトプス結構不安定かも、でもね、こういうのってコップのね、あの、サイズにもよるんだよね、あのコップにもよるからさ、セッティングできるコップとできないコップがあるから、いや、めっちゃ可愛いんだけど、これどうするこれ、やべえ、くそれか、やっぱトリガートプッスイ、このコップにはちょっと相性悪いかもしれない。トプッスイと、このコップ、ドラゴンボール、俺の気に入ってる、すげえ気に入ってる、ドラゴンボールのコップなんだけど、相性悪いけど、ラスボスイ、T-Rex っしょ。T-Rex、これ超でかいからね、ガチで。なんだ、いや、重って重みが違うぜ。いや、てか、本当にこのフィギュアだけでも嬉しいわ。コップに、あの、セッティングできることを除いてもすげえ嬉しい。これゲットできたの。めっちゃかっこいい。ティラノサウルス、俺、覇者なり。我、覇者なり。ドガシャー、ジャイアン登場。ジャイアン登場。ジャイアン来たー、すげえ、すぐに、コビを売る。スネオ。トリケラトプスティ。え、待って、超顔良くないこれ。やば、つか、でかいな、ティラノ。あ、でもトップスイがほんと危ねえ。トップスイが。そして、これが最後のメンツ。いやー、骨格かー。いやー、嬉しい。でもさ、これシークレットにして欲しくなかった。シークレット。ハテナにしといてさ、そっちが燃えるよね。まあ、俺はコンプセット買ってるからさ、絶対そこにラインナップ出てるから、見ちゃうんだよ。でも、わかんなかったらあるよ。わかんなかったらそれは湧く時があるけど、多分コンプセット買う場合は絶対出るから、ラインナップ。だからもうわかっちゃうから、ドキドキはそういう風に考えるとないよね。でもガチャだったらわかんないからすげえドキドキするよね。骨格。うわ、いいね。素晴らしい。やっぱ骨格って熱いよな。骨格、いや素晴らしいな。いや待って、これほんと5個くらい欲しいんだけど、クオリティやばくない？しかもコップにさ引っ掛けられるっていうのが本当に熱いわ。コップにセッティングできるシリーズでまさか恐竜バージョンが出てたなんて全然知らんかったわ。ガチャでやりてえな、これガチャで。そしてね、でも多分ガチャないんだよね、もうね。あったら絶対やってくるわ。もうワンセット欲しいもん。あんま動画撮らないと思うけど、写真もう撮ったから今日、写真をアップしようかなと。うわ、来た、でけ、めっちゃでけ。やっぱでかさ違うね。骨格一番でかい気がする。同じティラノでも。同じかな、サイズ。でもなんか骨格の方がね、でかく感じるんだよな、なぜか。なんでだろう。骨格かっこいいね、やっぱね。骨格の方がかっこよさを感じるわ。なんかこの頃かわいいね。肉好きの方は。肉ついてる方はかわいいね、みんなね。特にトップスイのお尻。あとマンモスもさ、マンモスイも最後にちょっとコップにセッティングして。あ、安定感抜群だわ、マンモスイは。マンモスイのお尻もかわいいよね。これが、コップの恐竜シリーズのクオリティ。めっちゃいいぜ。多分ね、ガチャでもないと思うけど、おそらく。わかんないけどね。おそらくない。いや、あるかな。でも、あったらやった方がいい。絶対に。これすげえいい。めちゃめちゃいい。もし。で、なくてもネットで買えると思うから、ネットで全種コンプセット買った方がいいわ。単体で買うよか。みんな可愛いから、それぞれ。プテラノドン、ベロキラプトル、トリケルトプスイに、骨格 T-Rex、そしてマンモスイに、T-Rex 肉好き。素晴らしいシリーズだったわ。ということで、今回は、恐竜のね、コップに飾れるシリーズのガチャのね、開封。俺ガチャやってないけど、コンプセットだからガチャやってないけど、ガチャシリーズの開封レビュー動画でした。これは第2弾、待ったなしでしょう。第2弾出てほしいな。ケツァルコアトルスとかも欲しいね。あの恐竜関係ないけどさ、ケツァルコアトルスとか、めっちゃ俺好きだから欲しいね。あとは、スピノサウルスでしょう。あ、第2弾来るとしたらスピノサウルスとスピノサウルスの骨格だな。プラスにシークレット作ってほしいわ、シークレット。次は絶対ガチャでやってくる。すげえ可愛かったわ。めっちゃいいね、このシリーズ。恐竜をコップに飾れるなんてすげえ幸せ。次の第2弾もつか出てたりしてね、もうね。俺が知らないだけで、ちょっと後で見てみる、調べてみるわ。第2弾出てたら即やりに行かなければ、スピノサウルスいますように。スピノサウルス、絶対スピノサウルス欲しいわ。こんな風にセッティングしても可愛いね、逆にこっち見てる感じ。まあ、トプスイ、ちょっと、トリガートプス超可愛くないこれ。え、めっちゃ萌えなんだけど、こいつ。何こいつ、めっちゃぬいぐるみみたい、ほんと。ぬいぐるみのさ、トリガートプスイをさ、こう、飾ってるみたいだよね。めっちゃ可愛くない？逆向きにしてもいいね。全然いけるわ。逆向きにした方が安定感増したしね。あ、これ逆向きにセッティングするトプスイなんかな。そうかもしれんね。ていうかみんな逆向きにセッティングしてね。あれ、ラインナップの紙見る限り。これ逆、あ、待って、俺向き間違ってたかもしんない、これ。もしかしたら。なんかみんなさ、内側向いてないこれ。内側向いてるよね。
あ、俺間違ったもん。これが正式なのかもしれない。内側に行く。まあ、どっちでもセッティングできるから、そこはお好みでって感じだと思うんだけど、本当はこうかもね。このラインナップの紙を見る限りは。ちょ、俺逆にセッティングしてたフラグ立ってるな。まあ、どっちも可愛いからね。全然いいんだけどさ。マンモス水も最後にちょっと、マンモス水も最後にちょっと逆にしたいね。マンモス水。こっちを向く。こっちを向いてよ、マンモス水。めっちゃ可愛い。これお母さんね。お母さんマンモス。お母さんマンモスのツーショット。いや、めっちゃ可愛いな。俺マンモスフィギュア集めてこう。俺マンモスのフィギュアハマったわ。このパズルフィギュアでゲットしてから。マンモス超可愛いね。これ、マンモスとトップスティの萌えレベルはこの2体だね。すげえ可愛いよ。マンモスとトリケラトップスティ。